はい、第2弾です。次はカップホルダー、のやつですね。ここ取ろうかな。もうはい、ホット&クール、上がね、排気、下が吸気になるんで、まあこんな状態だと完全に風を塞いでしまうんですね。下ね、通気口空気が入らないんです。まあ、故障の原因になるんで、そのためにこの台座があるんですね。で、台座は、ここの穴に3つありますよね。この穴を合わせて、ぶち刺すと。こんな感じね。ぶち刺して、カップホルダーに入れると。まあ、そうすれば、ね、若干、わかると、ちょっと隙間あるんで、ここからも吸気できますよね。まあ前からしかちょっと入らないと思うんですけども、空気は。で、あとは、はい、シガーソケットをぶっ刺すだけです。まあ今回ね、今飲み物ないんでちょっとわからないんですけども、例の3回目接種の時に熱が出るだの、減ったくれるだと言われたんで、こいつね、体温計持ってきました。なのでこれでね、ちょっと5分間ぐらいちょっと様子見たいと思います。はい、あとシガーソケット差し続くっちこの、ここになります。ここね。はい、今電源入れまして、はい、長押しで入ります。今ホット入りましたね。でクール、まあ、19、まあ、20度。まあ、本当に20度なんかどっかちょっと調べてみたいと思います。16度、あ、15度。まあ、こっちの手持ちの温度では 23.5 度になってますけどね。さすが、人体モードですと、エラーになりますね。今8度まで落ちてる感じになっているんですけども、実際はどうなんでしょうか。9度、 20.2 度みたいです。あ、18度、7度、ちょうど 10.5 度違うみたいです。今7度、あ、もう6度になっちゃいますけども、まあ徐々に電、温度は追っていってますね。1度ずつ。3度。ん？あ、結構冷たい。2度。冷たいよ。あ、結構冷たい。さあ何度か。ん？ 9.9 度、7度違うっていうの。もう一回。 12.3、 10.7、 いい加減やな。10度ぐらいか。大体1度なんですけども、約9度ぐらい違います。どこまで正確なんか。でもね、今こう押すだけなんですけども、ちょっとなんかひんやりするかなって感じですね。まあ0度になりましたね。手元の温度 7.3 度、マイナス1度、でも 7.3 度。マイナス5度まで下がるのかな、これ確か。ああ、アブデカソングかかってくる。著作権大丈夫なのかどうか今気づいた。まあ多分アブデカソングは多分30年、もう36年目から、今年36年経って多分著作権は切れてるんけないんけ、分からん。マイナス1度からちょっと変わりない。あ、2度1度何変わってるの。2度で手入れてみますかね。おお、冷たい。さっきよりも冷たい。うーわ、冷たい冷たい冷たい。マイナス2度。
はい、手元の温度で 6.6 度。で、もう一回これタッチするとホットになります。2度、3度。これが正確なのかどうかちょっとわからないんですけども、切ってみましょうか。入れて、一度電源切っちゃうと、リセットされるんで、もう一回タッチパネルを押します。1秒ぐらいかな。そうすると今立ち上げた時はホットになります。ノットになるんで、もう一回タッチするとクールになります。ちなみにナビの温度35度5分もあるね。結構発熱してるね。わお、コムテックのカーレーダー熱 49.5 度。マジっすか。50度いったよ。デジタルインナミラで 44.9 度で、今電源入れ直したんで、徐々に下がってはいますけども、2度から今1度になったところです。でもこれ結構、高評価いいんで、多分問題なく使えるんじゃないかなと思います。まあ、これが完歩だとするとだいたい100半分ぐらい、まあ、大きさにもよりますけども、これだったらだいたい半分ぐらいが冷える感じになるんですかね。この境界線っていうのかな、このプラスチックとこの冷えるところだいたい半分ぐらいで、今0度7.7 度。えらい狂ってますね。7度ぐらい狂ってますよね。まあ、それ、まあ、これ、こっちが悪いのか、こっちが悪いのか、どっちかわかりませんけども、これ今マイナス1度になりましたけども、7.6 度。まあ、一応こんな感じですね。一応ファンも、聞こえますかね、音。ファンも回っております。多分あまり効率よく冷えてないからそんなに下がらないのかな、温度が。まあ今ね、ただ実験にしてるだけなんで 7.1 度で、こっちマイナス1度。まあ今はいいです。まあ一応電源切っときます。これトングルスイッチで切っときます。はい、まあそんな感じの、これなんだっけ、カップホルダー型の、保温機能ですね。オン、レイの保温機能です。まあ目安なんで、こんな温度計当てにしないでください。めちゃくちゃです、こんなもん。まあ測った通り7度とか10度とか、まあアバウトすぎますよね、この温度がね。まあまあそれは仕方ないです、中華製なんでね。まあ国産でこういうのあるのかどうかわかりませんけども、まあ多分国産でもそんな正確ではないでしょう。で、まあ一応、シガーソケット挿して今こういうね、ちょっと余ったケーブルね、この内張りつかこの中にちょっと忍ばせています。まあ無理にするとね、細い 0.2 スケアの配線が何の配線かちょっと延長したのか忘れましたけども、あるんで、それを傷つけるとちょっと危ないんでね、ここに、入れております。傷つけない程度に。はい、今日はこんな感じで、2本動画をお送りいたしました。第1弾はカークーラシート、これは冷風だけです。ですが結構涼しいですね。いいですよ、これは本当に夏に。
もう夏もあと1ヶ月かどっか1ヶ月半ぐらいで終わっちゃいますけども、まあ、まだ間に合いますんで、よかったらね、皆さん、他の人のレビュー見るように、アマゾンのね、高評価のレビュー見るなんでして、購入してみてください。もしかすると、まだ、クーポンがあるかもしれません。はい。クーポンのとき買うのが一番お得なんでね。はい。では、2回目はこのカップホルダーの御礼ね、の動作確認ですね。それと温度がどんだけあるか、実際に冷えてるかどうかの、検証でした。まあこんなのピンからキリまであるんで、安かったらね3000ちょいでありますし、まあ高いとどうだろう、5000前後かな、大体そこら辺で買えると思います。でもこれ書いてある通り、コールド、マイナス3度から2度で、多分そうだと思う。俺英語読めないんで分かんないんですけども、30度から35度ってのは何だろう。まあいいです、まあ俺英語分かりません。はい。では、第2弾目の動画は、レオンの、まあね、カップホルダーの、動作確認と温度チェックの、紹介でした。ではご視聴ありがとうございました。福井302でした。ではご視聴ありがとうございました。